伝染性後半とは、ヒトパルボウイルス B19 による感染症である、リンゴ病という通称がよく知られる。マシン、症候熱、風疹、デューク病、突発性発疹に対して第5病とも呼ばれる。探査 DNA ウイルスのヒトパルボウイルス B19 の初感染による、感染経路は、軽機動的な飛沫感染である。ただし、ウイルスが排泄されるのは、 特徴的な発疹が出現するよりも一週間程度前までなので、伝染性後半の患者を隔離しても他者への感染予防にはならない。1799年、ロバート・ウィランにより、ヒカタる性風疹として初めて記述され、1889年、アントン・タケイマーにより変異型風疹と報告された。しかし、1896年にテオドール・エスカリークによって、 風疹とは全く別の病態であると報告された後、1899年に伝染性抗犯と名付けられた。日本では1912年に大田は吉郎らにより初めて報告された。1983年に初めて原因ウイルスが提唱され、後に確定した。右腕に現れた独特の反問顔面の長径抗犯、死死の発疹に関節炎を伴うため、 全身性エリテマトーデスや関節リウマチなどの抗原病、抗原病類炎疾患との間別を要する。一食い的症状期に本症を診断することはほぼ不可能である。血中のウイルス DNA を PCR で検出できる可能性はあるが、そもそも一食い的症状期に本症を疑うこと自体が不可能なため実用的でない。発信出現後は 特徴的な発信が診断の決め手となる。経過によっては、蒸気のような疾患を完別するための検査が必要になる。免疫正常者では、ヒトパルボイルス B19 特異的抗体の測定を行い、アイム陽性では現在あるいは最近の感染が示唆される。一方、イグ陽性は、かつてヒトパルボイルス B19 に感染し、免疫があることを意味している。 抗体酸性不全を伴う免疫不全者では抗体化測定が診断に役立たない。血中のウイルス DNA を検出する必要がある。この症状は遺伝性急上、赤血球症やサラセミアなどの溶血性貧血の患者に見られ、赤血球の酸性が停止するために急激に貧血をきたす。約一週間程度で赤血球の酸性は再開され、 ヘモグロビンチもその患者にとっての正常値に戻る。先天性、後天性の免疫不全症や、白血病患者など、免疫不全患者では、慢性の貧血の原因となることがある。発疹が出ないことが多いため、診断には、血中のウイルスの証明が必要である。ヒトパルボイルス B19 に、免疫のない妊婦が初感染を受けた場合、胎盤を介して、胎児も感染する。 胎児は B19 ウイルスを駆除できずに持続感染となり、非免疫性胎児水臭、心不全などの症状をきたす場合がある。時には胎児死亡に至る。特に妊娠初期、中期の感染が危険である。妊婦の B19 感染が即胎児の異常に結びつくものではなく、B19 感染が確認された新生児でも妊娠分娩の経過が正常。 出生後の発育も正常であることが多い。さらに、生存時での先天以上は知られていない。ありがとうございます。